セキロー、シャドウズダイトワイス、2019年フロムソフトウェア、どうもアライアンです。さあ今回はここですね。破壊層でしたっけ、幻みたいなやつを倒したこの広間の奥、大きな岩戸が開きましたんでこの奥に行きたいと思います。さあ行くぜ。何があるのかな。めちゃくちゃボスいそうな感じしますね。あれ、そうでもない、誰もいないぞ。そこに何か赤いアイテムが見えますね。周りぐるっと回りましょうか。いきなり誰か出てくるとか本当勘弁してほしいですからね。滝がある。あれ、行き止まりかな。この洞窟の奥に来るだけの場所っぽいな。アイテム取って終了ってことか。なんかあるんですよね、みこしみたいな。中には入れないのか。入れますけども何もない。そこにあるその赤い何かを取れってことかな。なんだこれ、親鳥石。壬生村の奥の祭壇に祀られていた石。源の水を長く飲んでいた者は体の内に石が宿ることがある。親鳥は吉兆ぞ、かぐわしく腰入り立て祀ろう。この石は源の好機を生む幸の材料の一つ、節出しのために巫女が求めるものだ。これが言ってた石ですかね。これ持って帰れってことかな。まだボスが待ち構えてると思いましたけどね、意外に何もいなかった。ってことで鬼仏まで戻ってきましたよ。仏渡り。あれ、巫女の間が行けなくなってるぞ。芦名城本城が、ああ、ステロー入り口以外行けなくなってますね。何かあったっぽいな。とりあえずステローに行きますか。さてステローまでやってきましたが、なんかアイテムがあるぞ。重たい銭袋。ここに人が倒れてますね。来ぬな。皇太の刻限などとうに過ぎておるというに。誰も来ぬではないか。なんだろう、誰かが見張りをしてる感じかな。こいつやっちまった方がいいのかね。さようなら。そっちにも金持ったやつがいてるな。気づかれそうな感じ。上に逃げましょうか。はい、ワンコに囲まれてんね。とりあえずあいつ倒しとく。はい、あとはワンコですね。はい、来い。痛い痛い。来いよ、来いよ。もう一体いたかな。ほい、失敗。さようなら。 OK。 とりあえずお城の方に向かっていった方がいいんでしょうね、向こうね。こいつもやっといて。あ、向こうからなんか来たね。新しい敵だぞ。見たことない赤い傘のやつが来た。とりあえず上に逃げろ。なんだあいつ、全然向こう行かないな。戦わないといけないか。しゃあない。なんだこいつ。はい
よ。あ、いいよ。あんまり強くないかな。攻撃が早い。体幹がやばい。弾かないとやばいな。来い。基本無連撃なんですね。タイミングずらしてくんね。やばい。雑魚的なんかな、すげえな。よいしょ。タイミングがつかみにくい。新しい敵でしたね。自鉄くず持ってんぞ。ということは向こうに敵が出てくるってことはこっちに進めってことでしょう。誰か倒れてんぞ。忍びどもがお堀、忍びどもがお堀、丸薬ゲット。忍が攻めてきたってことでしょうかね。お堀ってこの下にってことかな。とりあえず今はこの下に行けってことかい。よっと、はいよ。とりあえずそこにアイテムがあるからまずは拾いますか。ヤシャリクの飴。こっちは行き止まり。上に登れる感じですけど、ここは入れんのかな。固く閉ざされている。あ、そこに鬼仏があるけど向こう側には渡れないんだな。ダメでしたね。あ、いけるかもしれない。もしかしたらいけるかもしれないぞ。ちょっともう一回チャレンジ。ダッシュで向こうまで。あー、ダメか。ギリギリダメだわ。こっち行けってことかね。なんかいけるやないか。魚がいける。 R2 で潜れるんでしたっけ。潜ってみよう。あ、そこに通路があるぞ。宝鯉の鱗ゲット。潜ったら城の中に出てこられるってことかな。ここは浮上できない。ここね、城の中に来たかな。ここから上に行けそうですね。ここは、あ、なるほど。前に行き止まりだったところですね。こんなところに出てくる。この下とか敵はいてないのかな。こっちがじゃあお城の方ですよね。そこに敵が行ける。戦ってんぞあいつら。忍者強えな。あいつは忍者なのかな。とりあえずあんたはここで一発。よし、さよなら。抜けてくとしたらこっち側、向こう側か。ここが階段のところかな。敵兵は見えないけど、こっちに鬼仏がありますよね。一旦ここで滞在しとこう。これで仏渡りできるようになったかな。捨てろうと、あ、ダメですね。芦名城本城には仏渡りはできない。一旦階段登っていきます。油ゲット。あ、誰か倒れてんぞ。侵入者、
侵入者、忍者たちがやってきたってことですよね。こっちの門は開いてんのかな。あ、なんか誰か来た、誰か来た。奥から忍びが来てるね。あ、やべやべ、逃げろ逃げろあいつ強いから逃げよう。こっちまで来たら追っかけてこないんじゃないの。なんかあそこで暴れてんな、階段の上で。こっちまで来ちゃう。帰っていきますね。真正面から突破するのは得策じゃなさそうですね。前に行った武者ハベリの方に抜ける方がいいのかな。こっちかな。見つかりそう。そこにもなんか行ってない？これ。あ、これはやられてるのか。なるほど。とりあえず武者ハベリの方に向かいます。これなんだ、アイテム、岩薬か。なんか登ってきてる、登ってきてる。ちょっと待って待って待って。こいつと戦うんだったら仕込み斧がいるでしょう。やばいやばいやばいな、やばいやばい。掘っていく方がいいか。毒攻撃えぐいな逃げろ。よし、とりあえず武者ハベリの方向に上のアイテム拾って一気に抜けよう。ジテスクズゲット。落ちた失敗だわ。もう一回ぐるっと回っていく。いけ、この上ダッシュで向こう側にジャンプ。よし、忍者たちに攻められてる感じですね。そこに一人いてんぞ。なんか強そうなやつが来た。ワンコが来てますね。オオカミみたい。おいよ、よっしゃ。くそ、早っ。タイミングつかみにくいな。おい、よっしゃ、弾け弾け。オッケー、危ない。よっしゃ、忍者系の敵は強いな全然雑魚敵と思えない強さですね。さあどんどん抜けていこう。この向こうだよな。あそこにもいてるね。とりあえずこっち側から回り込んで、そこにいたんだよな。そこにワンコもいてるから、この上から行った方がいいんだろうね。よいしょ。そこの下にいてるよな。あ、いっぱいいてんな。見つからないように行きたい。向こう側に行きたいな。この下のやつはちょっと邪魔だな。こいつは倒しときたいぞ。こいつは倒しときたい。失敗した。弾け弾け。いけ、いた、見えない見えないちょっとこの視界はまずい。逃げろ逃げろ逃げろ。今だったらみんなこっちに来てるから。あー落ちた。しまったね、トカゲに見つかってる。よいしょ、一旦回復しといて。まあ、はしごがいっぱいかけられてるから、この辺から渡っていけるでしょう。渡る手段は残されてるっぽいからな、どんどん上に。そこで見つかってるけど、
無視して一気に行こう。で今度向こう側に OK、 こっち抜ければ窓から入れるでしょう。 OK、 武者はべり到着。ふう、追っかけてこないよね。もう時計渡り、本庄は仏渡りできるようになりましたね。武者はべりはまだ無理っぽい。周りの敵を倒したら大丈夫なのかな。このまま中通っていきましょうか。朝の敵はそのままか。ちょっと変わってるね。こっち側には誰もいないから、そこの紫色の服着たやつ、こいつから。なんか叫び声聞こえるんですけど、どっから？下から？下にいてるあれは赤鬼じゃないの？あんなところに縛り付けられてる。向こうに抜けていきたいんだけど、こっちからかな。ここには誰もいない。この向こう側は相変わらず同じやつがいてますね。天井から抜けていったらこっちの敵には見つかるかな。アイテムゲット、丸薬。一人は倒せそうだけど奥のやつは見つかりそうだな。仕方ない、行くぞ。1対1ならなんとか。はいよ、いった。この突き早いんだよな。弾け弾け。まさかのまさかの雑魚でやられるっていうね。こいつ苦手だわ。耐性しといて後ろから忍殺。この人も忍殺でいいかな。はいよ。まさかこんなところで1回生使うと思わなかったね。さて特にアイテムが増えた様子はないから、このまま奥に行きます。この辺にも前は敵がいたけどいますね。この奥はほっといてこっち上がろう。確か芦名竜電城のあたり、あ、ですよね。金剛くずゲット。一回ここで休息しときましょう。なんかいてるなあそこに。忍者みたいなやつがいてるぞ。あいつ後ろから忍殺いけるか。バレた。あ、なんかこっちに置いてる。マジかよ、2体。しかもこいつか、ちょっと強いのに。やばいやばいやばい、囲まれてる囲まれてる、やばいっす。で、待て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 、2対1はやばい、これはきつ い, いや、とりあえず改正するけど倒せるかこれ。爆竹、爆竹は効くな。一旦傷薬回復しといて、ザコから行って、でザコの方からやらんとやばい。囲まれてる状態がやばいな。よいしょ、やっべえ、強え。倒せる気しねえな。やられちゃいましたね。どうしようかな。
ここを真正面から入っていく以外の方法ないんですかね。あの雑魚敵だけ先に倒しておきたいな。あそこに雑魚がいてるんですね。そーっと行ったらバレないとかないかな。あなんかバレなさそうだぞ。いけ、あくぐつ、これでどう、結構戦いやすそう。2対1、いけー、なんか毒よいしょ、オッケー、今の間に回復、オッケー、あ、間違えた間違えた、こいつくぐつ倒しちゃいました。もう一回くぐついったかな何回もくぐつやってんだ倒しちゃいましたね。いてー、とりあえず1対1ならなんとか戦えるか。毒攻撃もやってますね。攻撃そのものはさっきのザコと似たような感じか。この危険攻撃だけかわせばなんとか。さあ来い、いって、危険攻撃蹴りなんです、痛いやで回復、よし、オッケー、爆竹、弾きで体幹ためないとまずそうね。攻撃やめて、オッケー、よいしょ、危ない、来い、オッケー、一二冊、護衛衆意味手って言うんですね。ガードが難しい、弾きのタイミングが特殊かな、危ない、よし、オッケー、弾いた、難しい、弾け、いって、切られた、やばいやばい段階復、オッケー、オッケー、弾け、やばい、痛い視線が外れたぞ、やばいやばい、回復して、オッケー、弾いたけどあんまり効果ねえ、危ねとりあえず弾きで体幹ためないとまずいね。オッケー、ジャンプ、いて、痛い、あぶねー、すげーなー、雑魚敵とは全然比べ物ならん、オッケー、ジャンプ、いってー、蹴られた、避けろ、よし、回復して来い、いったー、これがかわせないやばいっすやばいっす、やられそう、一発、よし、すげえタイミング難しいな、結構ずらしてくる感じするんだけど、よし、今の間、あ、やばい、回復ができない、もう、よし、弾薬なんだ、弾薬で、最後に一発食らった、よし、どこ行った、どこ行った、オッケー、何してんのあんた、なんかやってたでしょ今、
クソやられた。海星で行った後ろから強いなこいつ。もう一発。オッケー、よし。かわせ、よっしゃ。なんかやってる、なんかやってる。くっそ。よし。いって。オッケー、倒した。ギリギリ。強かったー。地図玉ゲットですね。なんとかなんとか倒したぞ。一回急速に戻ろう。やべえ、強え。